はい、皆さんこんにちは、旅の助です。 A 列車で行こう旧番外編ライバル対決ということで、今回は近畿はこちら京都線のライバル対決、この模様をねお届けしていきたいと思います。場所はですね、私鉄王国京都線ですよ。扶桑八丈間ですね。こちらのライバル対決の模様、これを実況していきたいと思います。では今マップが出ると思います。場所はこちらですね、京都のマップでございます。左下、扶桑からですね、右上にある八丈、まあ、大阪から京都相当になるんですけど、こちらの、こちらを走る列車ですね、AR、それから、阪急特急、それから、桶飯ですね、桶飯、京阪特急、この3つの前ですね。この3つの列車のライバル対決、こちらを、ね、実況していきたいと思います。路線は今出ていると思いますが、このような経路ですね。青色が AR 新快速ですよ。そして、丸色、これが、阪急ですね、阪急特急。そして、黄色が桶飯ですね。桶飯はね、鴨の南側南岸を走るという形になります。それでは実際に登場する車両、こちらの方を紹介していきたいと思います。まずは AR ですね。 AR 西日本を代表しますのがこちらの列車になります。はい、新快速221系、新快速ですね。最高時速120キロ、唯一の競技です。副線を武器にどこまで走れるんでしょうか。そして対立しますのはこちら、マルーンボディの阪急特急です。阪急特急は、梅田、十三、そして、山陰、河原町、こんな感じで、土城駅ノンストップで行きます。そしてこちらですね、桶飯2階建て、それからプレミアムカーがついてますね。テレビを見れる特急桶飯、京阪特急、こちらでね、対決していきたいと思います。それでは、各社準備が整ったようです。まもなく一斉に発車となります。では各社一斉にスタートしました。新快速は扶桑駅、阪急特急は梅田ですね。そして桶飯は京橋ですね。桶飯はちょっと違う場所からスタートします。では早速阪急、淀川を越えて、これ十三ですね、十三に到着です。そして、新快速も今淀川を越えて、新扶桑に到着するところですね。桶飯は福福線、福福線区間をひたすら突っ走ってきます。では、今阪急特急十三発車、そして新快速 AR 西日本は新扶桑に到着したところです。桶飯は今福福線区間まだ走行中ですね。で阪急が、今淡路駅ですね、淡路駅を通過するところ、今新快速が新扶桑を発車しました。阪急と新快速かなり近いところ走ってるんでね、お互い、の列車が見えるところに、いると思います。代わって桶飯ですね。桶飯はこれは車庫のある駅ですね。寝屋川でしょうか、寝屋川を今通過したところです。では阪急列車、ここから、新快速が覗けるか覗けないかといったところ、新快速はこれ多分吹田ですね、吹田駅、吹田を通過したところです。で桶飯が、今これ下ったところですので、まもなく平パーですね、平方パーク、平パーが見えてくるところ。新快速は今、吹田ですね、吹田の、貨物駅付近です。そして、阪急からそろそろ新快速が、ね、見えてきます。アメニティライナーが見えてきました。近畿自動車道をくぐったところでどうでしょう、新快速とほぼ並走した感じになったんでしょうか、並走した形になったんじゃないんでしょうか。そして桶飯ですが、桶飯はこれが今高槻の南岸ですね、クズハモールが見えてきたんで、クズハを越えたところですね。さあこの辺で3つの車両が並んだんじゃないんでしょうか。では今、阪急が高槻市駅を通過ですね、岩槻市駅を通過、新快速もこれ岩槻を通過しましたね。おそらくこれで、3つの車両が並んだんじゃないでしょうか。
ではここから新快速と阪急お互いの顔を覗けるところになってます。田園地帯を挟んでね、新快速と阪急特急これ並んでおります。そして桶江藩は現在南ですね、川の南岸を渡っております。ほぼ3つの列車が同じ区間を走っているようなそんな状況です。そして、新快速がこれ大山崎のカーブですね。そして阪急が新幹線と並走してさ、ここから、ここから最も近づく区間、です。そして、京阪は今川を越えて京都市内に入ってきましたね。そして新快速と阪急が並ぶとこなんですが、新快速がちょっと出てます。新快速やっぱ最高速度が高いんで新快速がちょっと出ているところ。そして桶江藩京都競馬場を尻目に京都市内に入ってきました。そして新快速がこれ阪急特急をこれ離してる形になりますね。阪急特急から新快速を捉えるんですが、明らかに距離がこれ伸びてるか。そして桶江藩は今中所島ですね。中所島、この列車、全駅で、通過となっている中所島これ通過します。そして新快速が現在夕日町ですね。夕日町の車庫を、見ながら阪急特急とこれ市街地が邪魔で見えないんですが、距離がかなり離れているか。そして京阪、桶江藩が現在ここ、京都市内、これは近鉄か、近鉄京都線を今、オーバークロスしました。そして、新快速桂川を越えて、間もなくもう京都駅、京都タワー見えてきましたね。八条駅見えてきました。そして阪急特急も今桂川を越えてですね、京都市内に入ってきたところ。さあどうなる。新快速やや有利。今新快速が内側線に転線するため減速しましたが、今新快速が八条にゴール。そして遅れながら阪急が今3位に到着ですね。河原町行きですんでもう一駅行きます。そして桶江藩、今 AR 線をくぐりました。桶江藩が今鴨川の横ですね、かつて軌道路線、路面電車だった区間を地下新線に繰り下げたということで、今三条に到着ですね。そして阪急特急は河原町に到着といった形です。で桶江藩出町柳行きですのでこのまま出町柳まで向かいたいと思います。そして AR 線はもうすでに八条駅を通過してですね、東山トンネル入ってますね。では阪急特急は河原町に到着。そして新快速すでに山科に到着しております。そして桶江藩まもなく出町柳に到着といったところ。今出町柳に到着しましたということで、3社今全員到着したところですね。では順位のランク付けです。1位は、AR 西日本の新快速ですね。圧倒的でした。副々線を生かした120キロ運転。第2位が阪急特急ですね。そして第3位桶江藩となっております。まあこの順位なんですけど、厳密に言うと出発地点と、ゴールが違うんで、まあ、構図つけがたいかなと思うんですが、この動画ですね、スペシャルボーナスがありますんで、このスペシャルボーナスを加算しましょう。いきますよ、せーのドン。はい、ということで、車内の設備等のボーナスポイントつきました。このボーナスポイント見てください。順位こうなりました。はい、というわけで全て同率1位という形です。なんという優しい世界。コメント欄が荒れないような最大の配慮をしたという形ですね。というわけで今回はライバル対決その2、京都線対決です。優しい世界でしたね。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。